きます。はい、じゃあちょっとあの前少し周りのものをちょっと音音なるのこれで押せばボーってなるのこれ。これをですね、付け方は、うん、ここをちょっとひねりまして、はい、ひねるとガスになってるんで、で出したら閉じると止まる止まる、はい、うん、こんな感じで、あんまりあのガッガンガン出したら、うん、ちょっとだけひねったぐらいです。爆発の兆候がありますね。爆発の兆候がありますよ、俺がやると。ああ、これ、初めちょっと手が悪い。逆だな。よし、行ってみよう。ブラ、あれ。ブラ。あ、やばい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 。端っこに行った。で、ブルンブルッテン。あまり強いので焼くと焦げちゃうので。こういう時間に本当は焼いた方がいいのかもしれないけれども、なかなか僕にはそんな技術はないので。よし、この焼いてる間に野菜を取ろう。ザルありますか？はい。これちょっと大きいな。これもうちょっと片面はしっかり焼いた方がいいんだ。これじっくり焼いて。塩コショウしたよね、俺。したな。かけて足んないかな。ブラックペッパーです。ペッパー。ペッパーかな。お、いい感じに焼けてますよ。ハート型、改め、V ゾーンハンバーガー。ハンバーガーじゃねえや、ハンバーグだ。パックマン？おまじないだよ、これ。プロコンタリオのやり方ですね。そうですよ。なんか、あの、焼いてる途中のハンバーグに、あの、こうね、調味料をかけるシーンは、そう見られないっていうのは、ビットロコンタリオならではの、やっぱり、
ギターも弾きながらこう手元でボリューム微調整するわけですよ。なるほど。ちょこっとこうね、トーンを変えるために、うん、それと一緒でやっぱりこうその現場にあった味の好みをこう瞬時に見極めるという。俺は食べないよ。ああ今思い出した。ああそうだった。ああ俺完全に忘れてた。そうか俺かこれ。ああひっくり返すかな。ほらやったなこれ、はい。いい感じですね。こっちの戻して。よっあれ。ハートがさらにやばいやばいやばい。よし。どうしたかな。まあでも真ん中まだ赤いんだろうな。なんでこんな黒くなっちゃうんだろう。ソースもトロトロだね。トロトロじゃないか。くるくるか。なんか全体的にねイメージとちょっとだけずれてくるね。なんかさこれドブみたいな泡立ってんだけどな。なんでしょう、あのね、中世に魔女とかがいたらきっとこういう感じなんでしょうね。おそらくね。いやこれあの本当に俺が食うんですかこれ。これ美味しいって食べたら見た目はちょっとだけあれだけど。俺は食わないけど。だって俺、あ赤いまだ。これなんで焼けねえのこれ。おい蓋か。蓋だよ。蓋が大事だ。蓋欲しい。蓋欲しいっすよ。うん。ちょっとこれ火弱くして。よしよし。人参が。こいつを救いに行ってるんですこのブロッコリー王国から。物語があるわけですね、うん、こいつ人質救いに行ってるんです。でこいつを、はい、あの人質交換として行こうとしてるんだけど。ああなるほどね。なるほどなるほど。国の命運を左右する重大な。ソースが煮詰まっちゃうな。これも。さあ。パンをね焼くんですけど、これでこう。ちょっと記憶が定かじゃないんだけど、かけてるこれもともと何でしたっけこれ。卵の白身。なんか全然あの美味しい美味しい。すごく美味しい。焼いたら確かに白いところ出てきた。でしょ？これも最初からこれが狙いだったわけです。なるほど。このビジュアルの変化も、うん、楽しんでいただければ。難しいなと。あれ難しいパターン。
あんま美味しくなさそうになってしまうんで、いくらかでも冷めないようにと思う。I have a banana. It's banana. Banana. Banana.大丈夫かな。そうです。